県内は冬型が強まり、山沿いを中心に断続的に雪が降っています。冬型は明日は緩むものの、明後日から再び強まる見込みです。雪に覆われた上越市高田城、今日の県内は冬型が強まり、山沿いを中心に平地でも断続的に雪が降り続いています。午後4時までの12時間に降った雪の量は、糸魚川市能で28センチ、上越市高田で23センチ。また、明日午後6時までの予想降雪量は、中越の山沿いで15センチなどとなっています。気象台によりますと、明日は寒冷前線が南下、明後日から再び冬型が強まり、警報級の大雪となる恐れがあるということです。地震で被害を受けた住宅もあり、気象台は雪の重みによる家屋の倒壊にも注意を呼びかけています。